パキケトゥスは約5300万年前の水陸領域に生息していた四つ足の哺乳動物。現在知られる限りで最古の原始的クジラ類である。化石はパキスタン北部及びインド西部から発見されている。パキケトゥスは突起の骨格標本。国立科学博物館の展示。学名は発見地パキスタンとキリシア語起源のラテン語セタスからなる。 合成語であり、パキスタンのクジラを意味する。パキケトゥスイナクスの復元図パキケトゥスの生息当時、この地域には、遠浅のテティス海が広がっていた。高温、海深の時代にあって、生物量の豊かな熱帯の海であったと考えられており、黎明期のクジラ類を大いに育んだ。ただし、携帯と化石標本の分析から、パキケトゥスの主たる生活圏は、海中ではなく、 水辺の乾燥した陸地にあったと考えられている。本種は獅子を持っていた頃のクジラである。陸上で体を支えることが可能なしっかりとした獅子とひずめを持った夕ひずめ動物であった。体の大きさは狼に匹敵する。長い尾を持ち、全体的に見て犬の遠い親戚のような外観を想像される。その特徴は、水星よりむしろ陸星の条件を多分に備えているが、 目の位置が高いため水中に体を沈めても周囲を視認できるという特徴があり、半陸半水の生活を送っていたと推測されている。また、クジラ類固有の虚骨にある滑車状の構造及び内耳の耳骨の際だった特徴や、球種の先端の配列など形態学的特徴から、クジラ類に属し、その進化系統上の最初期の種であることが明らかになっている。 パキケトゥスが、後世のクジラ類の直接的祖先であるとの証明は、困難であるが、このような動物、あるいは彼らの禁煙種、もしくは同様の適応進化をたどったものの中に、直接的祖先動物がいると考えられる。パキケトゥス科は現在、パキケトゥス、ナラケトゥス、イクチオレステスの三族で構成されている。また、アンブロケトゥス科のヒマラヤケトゥスを、 パキケトゥスカに分類する説もある。パキケトゥスカからはアンブロケトゥスカが進化している。ありがとうございます。